お疲れ様です。今緊急で動画を回してるんですけど言いたいだけ今日が11月12日なんですけども、11月19日東京の方でピーちゃんの生誕祭が東京で、東京のでゲストとして行かれるんですよね。はい、司会をさせていただく予定でございます。でですね、そのイベントに自分たまたまちょっとプライベートの用事がありまして東京行くので、そうイベントにオタクとして潜入してみたいと思いますそう、これ本当にモニタリング的な感じでどこまでしたらバレるか。そうですね。だから、まあ、まず会場入ってもらって普通に特典会とかでファンの人に紛れてチェキとかに並んでもらおうかなと思ってます。スリーショットで、一応このまんまだとバレるんで、私のオレンジの T シャツとかグッズの帽子とかタオル、田中達美って書いたタオルを貸してるんですよ。なので当日は私のファンとして。そうですね、そうです、そうです。ファンの人にもバレたらダメってことです。絶対ざわざわなりますね。そうそうそう、福田さん来てないってなるから。確かに確かに、頑張ってくださいね。頑張りますね。ディナーショーなんですよね、一応。で、ピーちゃんのリアクションをですね、見たいと思います。それでは、潜入の VTR どうぞはい、ということで今ドッキリの会場である銀座にやってきました。ちょっと変装もあるんで眼鏡とかしてますけど、今会場の銀座に着きました。ちょっと今から着替えて時間が来たら潜入しようと思います。着替えました。こんな感じで行こうと思います。これ眼鏡も度が入ってるんで多分目もだいぶ変わる、話せば変わると思うので行けるんじゃないかと思います。めちゃくちゃ恥ずかしい。めっちゃ見られます。銀座です。行くぞ。チャンネル登録お願いします。それでは入ります。最初からカメラ回したら入れないんで音声だけでお願いします。潜入します。あ、はい、ここですよね。はい、はい、こんにちは、こんばんは。はじめまして。はじめまして。すそこからも撮っといていいですか。あ、ダメか、バレましたよ、ここから撮るんですね。あ、でも撮れたら撮っといてほしい。あ、もうここからは、うん、はじめまして。はじめまして。はい、どうしましょう、初期でいいですか。ピースで、せーの、ありがとうございます。めちゃ飲んだ。大丈夫、僕大丈夫。お名前は？ミンタンです。え？ミンタン。ミンタン。ご飯食べました？まだです。ご飯食べた？食べてない。ありがとうございます。もらおうかな。ちょっと、ご飯食べたとか言う。バレなかった。え、あ、外せなかった。え、あんなにバレんと思わなくて。バレなさすぎですね。最後にもう一回行こうかな、私物サインの最後に。行きます行きます。今、ピーちゃんのチェキに並んでます。
本当に並んでる。緊張してます、まさか。いや、もうして流れたもん。この距離まで来て俺の顔見た。ファンの人の気分はどうですか。でも分からん、確認しに来ただけかもしれない。ミータンですと普通にチェキミータンって書いてくれたら、チェキ並んだんですか。並んだで撮ったのにバレんかった。あ、そうなんだ。え、すごい、すごい、その絵は撮れた。お、すごいすごい。やっほー、ミータン。ミータンって言った。ミータンした。宮城のミータンとは気づかずにと思ってバレんかったと思ったら、多分ですね、ミータンカメラと止まってカメラをこう回収したりしようの見られたから。あー、私の GoPro 大丈夫。何で分かったと思う？分かんない、分かんない。手。なんで手で分かった。一回こう振り返って、皆さん今日宮城の管理人さんが潜入してます。なんでオレンジなんだ。今日はね、みかんちゃんのファンの格好をして潜入して、ピーちゃんのチェキに並んでバレるかっていう検証を YouTube でしてたんですけど、1周目はバレなかったんですよね。1周目バレなかったんですけど、なんか行くときにあれと思って、全然わからなかった。ファンの人が今日管理人さん来てないのって普通に言ってて、今目の前で。やっぱ私がさ、オレンジしてるからわかんないよね。ということで、オレンジ軍団の皆さん、協力ありがとうございます。ピンちゃんがね、なんで分かったかっていうと、え、違う、こう見とったよね、こう、うんうん、で、なんか二重に見えたけ、あれ二重って思ったけど、なんかこう、もらうときに手で分かったの、手で分かったの、手で分かった。え、このムチムチの手。で、一回あっち並んでる時にってやったら笑ってた。あ、面白い。実は今日ね、見て、ここに GoPro お疲れした。どうでした、改めて。え、気づかなかったです、本当に。え、なんかでも一瞬、うん、いや見たことないし、うんうん、あれと思った、ヒゲとかでも隠しすぎやなと思ったんです。あ、なんか怪しい人と思った、うん、最初もっと隠してて、でも目元でもなんかあれと思ったけど、下から見たらなんか二重だったんですよ、うん、このあれこう覗いたもんね。そう、ご飯食べましたって。違う、覗いた時はなんて言ったか知ってます。お名前何ですか。みーちゃんです。覚えてる。え、そんな声。うん、みーちゃんです。で、その後に、え、なんか、違う違う、でも見たい、あんま喋んない時間あったじゃないですか、最初、うんうんうん、でなんか、あれなんか空気違ったんですよ、なんかファンの人の空気じゃなかった、喋んないから。あー、なるほどね。あ、なぎなぎでみーちゃんがどうのこうのっていうのがなかったことか。そう、で、あれと思って、で、ご飯食べましたって言ったら、これも本当にコミュ障みたいな人だったから、あれこんな人いたと思って、面白い、手で分かりました。あれ、で、一回こう考えて、ムチムチだから、いや、ムチムチ、ごめんなさいけど、手で、あれと思って一回あの見直したんですよ、バーって行った時に、うん、で、体型とか。え、見直した時はもう確信したんですか。確信した。ずんぐりむっくりだからバレた。一回打ちましょう。ずんぐりむっくりだからバレたんだよ。本当悪口。みかんちゃんのファンでもごまかせんかったね。やっぱね、皆さん若いもん。いや、若い。でもファンの人も全然気づかなかった。一回パーって立った時に私があれって言ったの。うんうんうん。だみんななんかんって感じだったか、うん、あ、キス。あれ知らないのかな。本当に知らないです。手ごねの人は多分誰も知らないです。半分成功ということで、大成功じゃないけど成功ぐらい。みーちゃんの観察の能力が
でした。またちょっとドッキリ系もやっていきたいと思うんで、うまい、覚悟してください。次はみかんちゃんにしましょう。皆様、今日来ていただいた皆様ありがとうございました。すごい素敵な空間となります。これが動画になるのが不思議ですが、これからも一緒にみやきを盛り上げていきましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。ありがとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。